ケイシー・ジョーンズ、ケイシー・ジョーンズことジョナサン・ルーサー・ジョーンズは、アメリカ合衆国、テネシー州ジャクソン出身で、イリノイ・セントラル鉄道に所属した蒸気機関車の機関士。幼少時代に、ケンタッキー州の街ケース近くに住んでいたことがあり、この時に、ケイシーというニックネームをもらったが、本人がこれを、ケイシーと綴るようになった。1900年4月30日、 霧と雨の降るミシシッピー州ボーンで立ち往生していた貨物列車に彼の運転する旅客列車キャノンボールエクスプレス号が衝突し彼一人だけが命を落とした大勢の命を救うために列車を止めようとした劇的な死は友人でもあった IC の黒人掃除夫であるウォーレス・サンダースが歌ったバラードによって現代でも人々の心にヒーローとして息づいている テネシー州メンフィスの事故現場に立つ、標識1900年4月29日、関東からの第二列車を運転してきたジョーンズは、テネシー州メンフィスのポプラストリート駅にいた。普段、翌日の運転のための待機宿泊地は、メンフィスであったが、382号機が経営する第一列車と、その折り返し第四列車を、いつも運転しているサムテイトが経営を起こしたため、 ジョーンズに第一列車の関東までの運転を変わってくれと頼んできた。ジョーンズはどんなに困難な状況でも定時運行するということへの挑戦がことのほか好きだった。ジョーンズは高速の出る機関車、優秀な黒人のカフシメオンティーウェップ、加えて軽量な客車を率いて走ることになった。雨が降っていたが、この時代の蒸気機関車は湿度が高い状態で最も動きが良かった。 だが、その晩の天候は、霧が濃く、路線は、カーブの多いことでも、有名だった。その晩において、この二つの状況が、致命的だった。第一列車は通常、午後11時15分に、メンフィスを出発し、翌朝の4時5分に、南に188マイル先の関東に到着する。この日は、機関士の交代のため帝国に発車できず、 95分遅れの午前0時50分出発となった。ジョーンズは遅れをほとんど取り戻し、列車は時速七75マイルで走っていた。やがて半径1.5マイルの左カーブに差し掛かったが、右側にある機関史跡からは前方がよく見えなかった。左側に高府のシムには多少前方が見えた。本線上に残っていた列車の最後尾にある車掌車の赤いランプが見えたとき、 シムは、なんてこった、本線上に何かいるぞ、とジョーンズに告げた。ジョーンズはすぐに、飛び降りろ、飛び降りるんだ、シム、と叫んだ。シムは、衝突地点のおよそ300フィート手前で飛び降り、衝撃的を失った。飛び降りるときに聞いたのは、ジョーンズが貨物列車の乗員、乗客に危険を知らせるために鳴らした長い汽笛だった。この時帝国から2分遅れていた。 ジョーンズは逆転をかけ、エアブレーキを非常位置とした。しかし382号機は、木造の車掌車、し草や穀物、材木を積んだ貨車を、次々と粉砕し、ついには脱線した。ジョーンズが、運転台に残って減速させたので、当初毎時75マイルだった速度は、衝突時には35マイルほどになっていた。このために、乗客らに、死者や、 重症者は発生しなかった。彼の時計は発見された時午前3時52分を指していたという。残骸からジョーンズの体を引き出した際、彼はまだ命があり、また、警笛の紐とブレーキレバーを握りしめていたという話が伝説として語られている。ジョーンズは1、2マイル離れた駅までストレッチャーで運ばれた後に死亡したとされている。 衝突の5時間後には車掌による報告がなされており、これによれば事故原因は適切な距離にいた機種による信号を第一列車の機関士が見落としたというものだった。その後に発表されたイリノイセントラル鉄道公式報告書でもこれが採用された。AS サリバンによるイリノイセントラル鉄道の公式事故報告書は1900年7月13日に発表されたが、 ニューベリー機種による信号を機関士が見落としたもので、責任は一にジョーンズにあるとされた。ジョーンズが衝突した南広大83貨物列車の機種であるジョン・ M ニューベリーは3000フィート手前の線路上に信号来館をセットし、さらに500内し800フィート南に進み、そこでジョーンズの列車に対して旗を用いた信号を送ったという。 しかしニューベリーによるこの証言には裏付けとなる証拠はなく、本当はそこにいなかったのではないかと考える者もいる。旗の振り方がまずかったのではないかと考える者もいたが、ニューベリーは機種として十分な経験を持っており、直前には第25列車に信号を出して停車させている。カフであるシムは雷管の爆発音を聞き、 進行方向右側にある機関士席側に行った際に赤白のランプを持った機種を見たと述べた。さらに、カフ側に戻った時に第83列車の車掌車のマーカーを見てジョーンズに声をかけたという。しかしこれには矛盾があり、機種がその報告通りに設置した来館のさらに500内市800フィート南側で合図をしていたとすると順番が逆になる。 信号来館が爆発したとき、列車はすでに機種を通り過ぎており、乗務員に機種が見えるはずがない。したがって、支部の証言通りであるなら、ポイントから3500内誌は3800フィート、離れた位置ではなく、3000フィート程度しか離れていなかったことになり、これはまさに、ジョーンズには機種が見えなかったということになる。第25列車を止めた後、 第72列車のブレーキホース故障の騒ぎが起こり、第83列車が本線を支障してしまった。この時、騎手がジョーンズの列車が来るにはまだ時間があると思い、様子を聞きに、第83列車に行った、と考えることは可能である。その後、騎手は北に向かって歩いて行き、信号来館を取り付けたが、報告書によれば、さらに500内し800フィート先に行き着く前に、 ジョーンズの列車の音が霧の向こうから聞こえてきた。この通りだとすれば、ジョーンズは500ないし800フィートの制動距離を失ったことになる。この距離は衝突を回避するのに十分な距離であった。事実がどうであったにせよ、鉄道士屋のうちの幾人かは、ジョーンズの機関士としての経験を考慮すると、機種の信号を見落として、照明弾や信号来館の爆発で初めて危険を、 察知したとは、信じることはできないとして、公式報告書に異議を唱えている。シムは公式事故報告書が公になったやや後から、死ぬまで、我々は、機種や照明弾を見ていないし、信号来館の爆発音も聞いていない。何も知らずに、車掌車に突っ込んだのだ。と主張し続けた。この事故は全米に大きく報道されて、大きな感動を及んだ。 彼を称える多くの歌や物語が作られ、その名をアメリカ国民に深く浸透させた。半世紀後の1950年にはディズニーが短編アニメ映画、勇敢な機関誌を制作した。また、ディズニーは、リラクタントドラゴン、ダンボに、彼の3人の子供のうち末っ子のあだ名から取った、ケイシー・ジュニアという蒸気機関車のキャラクターを登場させている。彼が事故児に乗っていた。 蒸気機関車380人号機は、ケイシー・ジョーンズの愛称で呼ばれるようになった。米国の三大ジーンズブランドの一つラングラーは、ケイシー・ジョーンズの名を冠した作業着製造会社、ケイシー・ジョーンズ・カンパニーが使っていた商標が発祥である。ケイシー・ジョーンズを記念した、鉄道博物館、ケイシー・ジョーンズを歌った歌。ありがとうございます。